嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い合う。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍びる。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もエルダースクロールズオンラインエボンハートパクト編の続きの方やっていきましょう。久しぶりの動画撮影になってしまっております。ちょっとね、最近体調不良とかね、まあインフルエンザなんですけども、あとあの PC がちょっと一回壊れました。あの何だったっけな、あのモジュールをね、あモジュールってメモリ、パソコンのメモリね、まあちょっと増設しようと思って、なんかやったらね、差し方が甘かったらしいんですわ。差し方甘くてね、電源入れたら、ちょっと画面が表示されないと、いよいよ壊れたなと思って、まあね、あの保証期間中だったんで、まだ幸いなことに、まあ、私がね、パソコンをね、購入させていただいたドスパラさんに、まあ、修理をね、依頼して、まあ、送り届けたところね、なんかモジュールが刺さってなかっただけですよ、みたいな感じだったんです。すぐ帰ってきてね、あ、よかったってなったわけです。あとは、グラフィックボード、いよいよね、我が家にもね、我が家のパソコンにも、ね、NVIDIA、GTX1080Ti、が導入されました。ありがとうございますね。というわけで、まあ、ちょっとね、今、なんだろうな、最高画質で、まあ、やらせていただいておるんですけども、いかがでしょうかね。画質の方、ちょっと、くるっと待ってみましょうか。まあ、なんでしょうね。細かい設定をちょっといろいろ、まあ、いじりましたけれども。あと、エフェクトね。NVIDIA のエクスペリエンスの方でね。まあ、足せるエフェクトなんかを足して、今ね、エルダースクロールズを遊んでます。だね、ちょっとね、どういう状況かっていうと、まあ、コントラスト。まあ、暗いところは暗くて、明るいところは明るいと。いう風にしたいなと。見えない恐怖って、っていうのを、まあ、ダンジョンで楽しみたいっていうのが、まあ、私ございますので、ちょっとね、暗いところは暗くしたいなと、明るいところはご覧の通り明るく、なっております。いや、綺麗だよね。まあ、モニターは新しくしてないからね、
びっくりするほど綺麗には私には見えてませんけども、うん、さて皆さんね、ライリちゃんちょっと着てる服変わりましたね、うん、これ何かというとね、今まではね、あれですよ、ドレッドホーン、うん、まあリーチの総格でね、追加されたね、リーチの民の、うん、まあ服を着てたわけなんですけど、まあそれもね、ハーシーンとちょっと関係があるから、うん、まあそれでも良かったんですけどね、この今ね、ラリちゃんがね着てるこの服、うん、ハンツマンというね、パンツマンじゃなくてね、ハンツマンね、うん、まあハンとする人ね、狩り人ね、狩人だね、だからのまあスタイルだと、うん、いうことなんで、これハーシーンのね、マーチオブサクリファイスっていうね、なんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう。まあ、ハーシーンのね、ハンティンググラウンドで、うん、行われるダンジョン、言い方がおかしいな。ハンティンググラウンドっていう、ハーシーンのね、オブリビオンの世界があるんですが、うん。まあ、そこの舞台とした、グループダンジョンだね。うん、で、ベテランのグループダンジョンで、まあ、稀に手に入るモチーフ。がね、最近ね、クラウンストアで販売されたと、うん、まあ、いうことなんでね、ちょっとやっぱラリちゃんはね、ハーシーン、うん、まあウェアウルフなんで、エルダースクロールズ5スカイリムなんかやってる方おなじみのね、狩猟の女神アイラさんというね、同胞団に入るとね、うん、まあ、仲間になってくれるね、カリオドのね、まあ素敵なお姉さんがいるんですけれども、うん、まあ、それをオマージュしたキャラクターがこのライリちゃんと、うん、まあ、いう形を取ったので、うん、まあね、ハーシーンの恩恵があるものはもう全部集めてみたいということでね、着せてみました。いかがでしょうか。可愛らしいね、おへそと胸元がね、うん、見えるような、これ軽装だね、うん、軽装のね、同装備、うん、で手と足はね、重装にしてちょっと金属部分が、うん、まあちょっとあって、まあ、近接戦闘もできますよと、うん、いう感じの装備にして、あとはね、足はもうこれ不動のね、うん、このゲームでね、ミニスカート、うん、ミニスカートと言えるのか、ミニスカートが、うん、唯一のだね、うん、生足の出る、マザッタンのね、うん、足軽装かなこれは、うん、を装備させているということで、うん、いかがでしょうか。なかなかいい感じに仕上がったね。うん、スカイリムの方のね、アイラもちょっと露出のある、うん、まあ、服を着てるもんですから、うん、ちょっとラリちゃんもね、そこそこ、まあ、そんなね、なんだろう、ハレンチじゃない程度の、うん、おしゃれ露出、うん、だってもいいだろうという感じでこれを選んでます。なかなかよろしい。うん、あと肩はね、銀のなんだっけ、これはシルバーハントだっけな、シルバーハンドか。うん。どっちかって言ったら、ウェアルフというよりも、ウェアルフハンターが、うん、装備するやつなんですけども。うん、まあ、死んだ仲間をね、肩に乗せて、うん、一緒にやってやるぞと、うん、いう感じにしたいなと思ってこれにしています。というわけで、じゃあ、ね、最近の変更点はもう、これぐらいにして、うん、早速やりましょうかね。前回ね、ここで、あれだ。ジョルン王を、うん、助けるはずが助けられなかったと。まだいるんじゃないかな。いますね。スカルド王のジョルン。今は亡くなっております。言葉と共に道行く者。これはアロコニアの代表の方ですね。ジョルン王の呼吸が浅い。誰が使った毒のせいね。怪我されたデイドラのものだわ。気の毒な王の体にどんな作用があるかはわからないけど、生き延びるとは思えない、うん、殺させはせない。どんなインドリル。ストームフィストがこの手続きを邪魔してノルドの王を攻撃するほど大胆だったとは信じられない。彼らの行動は実に不敬だ。だな、思い知らせてやる。というわけでね、今回多分ジョルンをね、助けるために、
ナルシスの疫病、何か王にしてあげられることがあるはず。疫病が這い出て、みんなでいっぺんに、あのダークエルフたちは本当の疫病を知らないだろう。うん、ウルフシスターね。父はどこだ、味方に何をされたんだ。父に何かあったら、この手でアルゴニアンとダークエルフを皆殺しにしてやる。やったのはノルドだ。よし、じゃあストームフィストたちも複製たちも片付けた。でも王を襲った正体不明の毒は刻一刻と蝕み悪化していく、うん、もっと情報がないと王を助けることができないわ。アルゴニアンの大将はデイドラの毒だと言っていたぞ。敵はデイドラと手を組むほど落ちたわけ。ウィンドヘルムの治癒士に連れて行ける前に王は毒に殺されてしまう。だろうね。でもここにはこんな毒を治せる者はいない。テルニオンの文句に助けを求めないと。テルニオンの文句？昔からある教団よ。トーテムの神々を崇拝してる、うん、文句とか魔女とか呼ばれてるけど、強力な治癒の魔法を使える。なるほどね。儀式は複雑でね、彼らの助けを請う者は自分たちで儀式用の材料を持ち込まないといけない、うん、手伝おう。何をしたらいい？王は毒で弱っているわ。力を取り戻すための薬が必要よ。テルニオンの文句たちはフォーカスも必要とする、うん、珍しい力を持った人もしくは物ならこの役割を果たせるわ。なるほど、珍しい力を持った人であって物じゃねえかそれ代表とも言っていいな。我らね、あの面影は、うん、何があれば王の生命力を高められるの？吸血鬼の血は死にかけている人にも力と生命力を与えてくれる。吸血鬼の血？彼らの血管の中に流れているものが何であれ、うん、生命力を強めているのよ。王が儀式を乗り越えられるようにするには最小限の量で十分よ。なるほど、吸血鬼の血を王に注入したというしたいということ。彼を変えてしまわないか、吸血鬼に。彼の体は力尽きかけているわ、うん、この血は毒に対抗する手段として役に立つの。なるほど。彼を吸血鬼にするほどの量ではないと思う、はい、それに選べる選択肢がそんなに多いわけじゃないわよね。そうだね、死ぬよりはいいっていうことだな、うん、吸血鬼の血はどこで手に入る？北に温泉があるの。北に温泉。噂ではその場所にアンデッドが出没するそうよ、うん、ウィッテスタドルと呼ばれているの。なるほど。噂が真実であるといいわね。もちろんそいつらに血を分けてもらう必要があるんだけど、うん、何を目的にすればいい？アルゴニアンたちは宴会でそいつらの一体について冗談を言っていたわ、うん、彼らは夢歩きと呼んでいるの。夢歩き。彼はダークウォータークロッシングの人々の夢を監視する。聞いたことある。ダークウォータークロッシング。そう、今はトロールが大勢走り回っている場所よ、うん、彼が生き延びたとどうやったらわかる？この夢歩きが今も生きているとレイコンが断言している。なるほど。彼はジョルン王を救うのに欠かせないわ。彼がどこに隠れているのか私にはわからない。ダークウォータークロッシングを探してアルゴニアンたちが行った場所について手がかりを見つけてちょうだい。これあれだね、スカイリムでね、ね、ドラゴンボーンが、うん、帝国にね、あ、まあ、ドラゴンボーンとね、あれですよ、ウルフリックストームクローブの一団ね、うん、が捕まるところがダークウォータークロッシングだね、確かね。テルニオンの文句についてどうしてそんなによく知ってんだ？私はこの世界の霊魂とつながっているの、うん、特に狼の霊魂との絆は親密よ。なるほど。この絆は小さい子供の頃から生涯にわたって結ばれてきたわ。霊魂が呼びかけてきた時、うん、私は家を出て彼らに会いに行ったの。何を見つけた？テルニオンの文句にあったわ、うん、彼らのことは狂信者と呼ぶ人もいるけど、彼らは私たちと同じようにレイコンの声を聞いていた。彼らは私を迎え入れた。風の呼び声を聞けるように私を訓練した。なるほどね。能力に磨きをかけるために、自然と共にある存在にするために。ラリちゃんと似たような感じだね。どうしたら彼らの、どうして彼らの元にとどまらなかったの？私は幼くて家族が恋しかったの。うん、なるほどね。血脈に対する責任が結局は私をウィンドヘルムに呼び戻したのね、うん、ある真夜中、私は愛するようになってきた人々の元を離れて二度と振り返らなかったわ。今私は王を救うために彼らのところに行かなければならない。そうだね。よし、じゃあ行こうか。吸血鬼の血を手に入れると、まず、うん、そして夢歩きの助けを得る、うん、
この2つでいいね、まずの目標は。よし、じゃあ行こう。まず食事を食べよう。久しぶりすぎてどうすんだっけ。上だそうだごめんなさいね、久しぶりなんですもん、エルダースクロールズ自体も。食べた？薬はこれでいいな。もう余ってるんですよ、いろんなイベントでもらいすぎたもん。よし、まずは、ここね、ウィッチスタドルの吸血鬼を探し出すと、その後に夢歩きという感じでよろしいな。よし、行こう。いやーね、やっぱりあれだね、草木の表示数が増えた気がするっていうか、なんだろうな、前よりも表現が滑らかになったというか、ゲームやってるなって感じだったんだよね、前まで。ちょっと粗さがちょっと見え隠れする。こっちじゃなかったっけ。こっちからも行けるな。いやでもこっちから行けるけど、こっちから行ったら面白くない。来た道だからここ。滑らかになったね本当に。あとあの FPS もだいぶ上がりましたよ、GPU が上がったからね。このまま渡っていけばいいね、盗賊の。あ、狼乗ってるあの人も。だ最高画質で FPS60 がキープできるから、動きが滑らかだし綺麗だし、素晴らしいよ。まあ、専門家じゃないからね、どこがどう変わったみたいなこと言えないけど、素人目でも分かる画質の向上っていう感じかな。ここを当たった方がいいな。あ、ルベタイトの鉱石よいしょ。いやー、素材にあふれてるねこの世界は。クマがいる。めっちゃクマいるな。うわ、マンモスいるよ。盗賊、盗賊だしなつけてんの盗賊のね、ムンダスストーン、から恩恵って言うとね、クリティカル、クリティカル発生率が上がりますよと。彼は何をしてるんだろう、ずっとそこで暴れてる。見つからない。よし、向こう側かチカちゃんもいるよ。お、いいね。あ、あそこに旅の祠が。うわ、なんだ雷。ここが温泉ですわ。ここに温泉使ってるノルドいたよね、スカイリムで。いるんじゃないかな。まずは旅の祠を開けましょう。
よいしょ、うん、ウィッテスタドルの旅の祠を発見した。温泉だね。クマがいるよ。お、盗賊の宝がここにある。あれなんでなんでここにめっちゃあんの。ありがてえけどさ、あ、いるじゃないほら。旅の人、一緒にどうだ。一緒に入れます。ちょっと待ってね、あのライリーちゃんちょっと脱ごう。さすがにね、みんなね服脱いでるのにね、ライリーちゃんだけ脱いでないっていうのは失礼ですか。飛び会場。あれ脱がないのこれ。あ、そっかそっか。これでスタイルなしにしないと。可愛らしい、可愛らしいな。女性ですからね、ラリーちゃん。女性の横にプレラさんの横にするでしょ。で、座る、ソーシャル会感情表現、ね、物理の、いや、いいね。温泉ですよ、皆さん。スカイリムでもやったな、これ。フレラさんと喋ろうか。ここは気持ちがいいだろ。気持ちがいい、うん。水は暖かく、泡も立っている。鎧を外して、一緒に入ろう。うん、一緒に入ろう。ちょっと待って。ジョリッコ。ドラドフがこの素晴らしい温泉を見つけた。本当に毛穴が開くよ。毛穴が開くね、温泉はね。温泉というか、暖かいお湯はね。ショールの血にかけて、お前は堅物だな。ちょっと気を緩めて、一緒に春を楽しまないか。一体何事だ、春を楽しむ。何事、何もないさ。戦争もない、多くもいない、巨人もいない。ただリラックスして温泉を楽しんでるだけだ。うん、でもそういえば、なんだ。仲間のグリダが特別なバスソルトの話を聞いたんだ。ダークウォータークロッシングの薬剤師の店で作られてるらしい。うん、彼女はそれを入手しに行ったまま戻ってない。探してみてくれ。それか、ただ塩を持ち帰ってくれよ。よかった、仲間を探そう。じゃあ仲間を探した後にゆっくり温泉に浸かりますかね。深いなぁ、本当に。お尻を大きく設定してますからね。ピッピッしながら歩きますよ。ちょっと待って、よし、もういい、こんな茶番はいらない。所持品、この説明したよね、機械的制度のとかね。前回確かね、装備を更新してきたよというご報告とともに確かお見せしたはずなんで、まあ、ヨボとフンリング、まあ、よくあるセットだね。で、今はね、ね、自分で作れるセットのアクセサリーも作れますんで、これで5セットと、あと武器の2セット使って、機械的セールにしたという感じだね。で、キャラクターの白の女神スタイル、オッケー。じゃあちょっと寄り道になっちゃうけども行ってきますか。
こに行くんだろう。バスソルト、どっかない表示、いろんなね表示が多すぎてね、分かんなくなっちゃってんだ。これ夢歩き、あ、これだ、うん、どうすんだっけな、これだ、うん、いやもう久しぶりすぎていろんな操作を忘れてる。よし、じゃあもうさっと行こう。このクエストにあんまり長く時間かけたくない。メインがありますから。なんだなんだ。前の構ってられん。プレイさんいるね。この辺りですか。この辺りっぽいな。あ、ことはダークウォーター薬剤師。ん、誰もいなくね。あ、グリタの目もあった。ドラロフへ。これを読んでるということは、待ちくたびれて私を探しに来たのね。薬局は私が来た時は空っぽだった。ここで何が起きたのかわからないけど、あなた好みの騒ぎがあったみたい。で、その騒ぎを見逃しただけでなく、バスソルトも全く見つけられなかった。でも薬剤師のレシピは見つけた。必要なものは、マットクラブの杖4つ、爪4つ、トロールの脂肪2滴、ダリル。ダリル?ウォーキングデッドの?ダリラ、アルゴニアのキャンプ付近で入手できるアルゴニアの材料だと、書いてある。危険を笑いし者という名の商人が売っているらしい。材料を製粉所で粉にする。あ、丘の上にあるじゃない。うん、他の誰もいないから自分でバスソルト作りに挑戦してみる。そんなに難しいわけないでしょ。もし待ちきれないなら来て手伝ってよ。この怠け者。クリタ。かわいいね。よし、行きますか。製粉所に行けばいいのね、じゃあね。これだ。あ、なるほど、材料持ってくるんだ。材料集めてかなかったのかな、グリタは。これだね。そこでやってんでしょ、多分。まずはマットグラブの爪4つ。この辺りない?入るじゃないか。あれ、ごめんなさい、なんかちょっと設定が違ってるみたいな。ちょっと待ってね。はい、すいません、お待たせしました。これで多分元通りだった。あのね、多分スクリーンショットをサポートするみたいな、まあちょっとあのアドオン入れて、でそれね、多分起動するとね、今みたいな表示がねオフになるんだ。あのなんだろう、スクショに映らないよね、そういうものが、余計なものが。まあそのせいで多分オフになってましたと。で、今いくつ手に入れたんだ。あ、マットクラブの爪は手に入れたみたいなね、4つ。だから2匹からね、2つずつ手に入るから。じゃあ、あとはトロールの脂肪を集めるだけ。
いや、やっぱ綺麗になるとモチベーション上がりますな。見てこの水面の綺麗さ。ちゃんと反射してね、見えてるもんが、見えるはずのもんがちゃんと見えてる。よし、トロールやるか。よし、もうライリーちゃんにかかればトロールなんて、トロールなんてです。あそこにもいたけど、あいつやろうか。こっち見ちゃうな。これで手に入れたね。あとはダリルを集めるだけ。ダリルってのそこに入ったところにいんだな。なんかいっぱいいるぞ。兵者は痛みで朦朧として意識の淵を行き来する。トロールに噛まれるとその部分が炎症を起こして体液が出てくるんだ。なるほど。ねえ、お願い、あなたなら何とかできるはずよ。この人、ちょっと待って、まず危険を笑いし者に話を聞くから。何が望みだ。特別な何かが欲しいのか。グリダミードムーンに会ったことは、彼女はダリルを必要としていた。そんな大声を出すんじゃない。危険を笑いし者は誠実なアルゴニアンの商人だ、うん、ダリルはとても強力で、とても危険で、とても高価だ。で、グリダと取引したのか。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。どっちだ。今はダリルの需要が高まっている。ノルドがそいつを喉から手が出るほどに欲しがってる。だが何かがおかしい。私は手放すかもしれない。ん、ダリルとは何だ。まずダリルがあればアルゴニアンは光の層を見て世界の背後にある音を聞くことができるようになる。だがけなしはどうかな。けなし、けなしには少量で聞くかもしれないが、わからない。とても危険だ。ダリルはいくらするの。ダリルはとても危険だし手に入れるのが難しい。需要があるから根も張る。なるほど、お金を払うか。ダリル汚さないと。なるほどね、うん、もうかわいそうだから買ってやろう。このダリルを受け取れ。いい取引をさせてもらった、うん、もう行け。あんまり毒を売るなら。でもで、この嵐の目のものは。やることはたくさんあるが時間はない。何か手伝えることあるか。よそ者が助けを申し出る。だって他人のために自分の命を危険にさらしてもいいのか。そうやって生きてきたぞ。うますぎる話だ。助けたいだけだ。ただまあ誰の申し出にしろ助けを拒否なんてしてられないか。儀式のために特定の材料が必要なんだ。集めてくれるか。分かった、何をすればいいの。何を集めてくれるの。ホタルを捕まえてくれ。ホタルでいいのか。ごついの羽がいるんだ、うん、きっちりごついだぞ。ごついね。それから家からカバンを取ってきてくれ。無傷の建物で頑丈な鍵がついている。鍵は家の近くの墓にあるはずだ、うん、逃げるときにそこに投げておいた。これは彼女を治療するのに役立つの。これは彼女の夢に通じる道を探すのに役立つ。あ、夢歩きなんだ。私は夢中の歩みに入って人々を内側から治療するのだ。夢中の歩み。この力はずっと持っていて良いことのために使おうとしているが、物事はいつも望んでいる通りになるとは限らない。そういう時のことは考えないようにしている。君たちはなんかバーミルナの信者かなのか何かなのかな。助けが必要だ。忙しいのがわからないのか。
治療すべき人々がたくさんいるんだ。ゆっくりと息を引き取りかけている人もいる。人々を安全な状態にするまでよそ者の相手をする時間はない。なるほど、これは彼女を治療するのに役立つんだな。これ聞いたな。よし、じゃあ行くか。ホタルを5匹と捕まえてくればいいんだな。よし、それでこの辺りでいいのか。見つけるの。あ、ドラゴンソン取られちゃった。あ、いたいた、ホタル。簡単だな。ありがてえ。こんなんで助けてくれ。あ、いいじゃない、おたまき。彼にはこれが見えてなかったのか。一番大事だろ、これが。あ、宝箱ありますよ。簡単だけど。はい、うん、まあそんなもんでしょう。これは拒否。何今の。何だったんだろう今の。あとはもう捕まえたのか。うん、あ、死んでる。ロガンガーブリットルブレード。さっきのところに戻ればいい。なんだろう、捨てられた調査。あ、鍵を探してたのか。なるほど、うん、そういうことね。嵐の目の家に入る。そっかそっか。あ、トロール見つかっちゃった。やったるわい。楽勝。強くなったね、ラリちゃん。え、ケバブ、ケバブ、ケバブ。あ、ケバブは取れないな。これね、うん、ここさっき入んなかったっけ。違うのか。ここのどこかのはずだ、間違いない。彼とかがな、ちょっと待とう。他に何もなさそうだ。よし、じゃあ分かった、話す。なんだ君は。召喚師アスマラ。お前は誰だ。ここで何をしている。こっちのセルだ。ここで何をしている。もう誰も持ち物を集めているところだ。突然出ていかないといけなかったから必需品をいくつか忘れてしまった。さあ、私の家から出て行ってくれないか。ここにいてほしくない。なるほど、私の家ではないだろう。私の家に決まっているだろう。私の家だと言ったじゃないか。もしそうじゃなかったらなぜここに私がいるんだ。そしてまだそんなところに立っている。さっき出て行ってくれと言わなかったか。これは嵐の目の家だ。なるほど、トカゲたちの仲間か。
彼らは口約束と涙をそそる話でよそ者を誘惑している。あのアルゴニアンたちは殺し屋だ。彼らと働いているのならお前も同じだ。何の話をしている？私が何の話をしているかって、あの夢歩きのことだ。彼は闇の魔法を使う。彼がちゃんと理解していない魔法だ。彼の無謀さのせいで何人の罪のない者が死ななければいけないんだ。彼は怪我をしたアルゴニアを助けようとしている。そう信じさせたいだけだ。奴はお前が嘘を信じるような間抜けだと思っている。トロールが心臓をむしり取らなかったのが残念だ。お前とあの殺人者たちにはそれがふさわしい。どけ、邪魔をするんじゃない。私が求めていたものは手に入れた。問い立たさなきゃ。あ、行っちゃった。追いかければいいんだな。待って、集まろ。早いな、逃げ足は。あれか。この邪魔者を始末しろ。トカゲを助けようとしている。はい、じゃあ。すまんな。ってどこだ。中じゃないんだな。花開きのか。無実の者を死なせた奴を助けるんだな。奴らと同じじゃないか。なんで敵対してくる。釣れた。わ、逃げやがった。無実の者を死なせた奴を助けるんだな。奴らと同じじゃないか。なんだお前。一回逃げたと思ったら戻ってきやがって。これでも食らえ。やめろ。倒せるものか。なるほど。追いかければよかった。観念しろ。アルゴニアンを助けるとはな。汚いトカゲめ、奴らに妻を殺されたんだ。彼女は夢歩きを信じていた。妻の命を奴の手に委ねた。どういうことだ。妻は病気だった。この夢歩き、こいつは彼女を治療できると約束した。夢に入ることでな。彼女は他の方法があると言ってよく効く薬をやめた。でもそれは嘘だった。私が手を取っている間に彼女は息を引き取った。こいつが殺したんだ。夢歩きが？だからここに来たのか。奴らに苦しみを与えるために来た。彼ら全員にな。私と同じ痛みを味わわせてやるんだ。村に血をまいた。トロールをここに誘ったんだ。お前の仕業か。奴らがその場所を破壊するのを見ていたんだ。そして今私は他の命を自分の手に握っているようだ。どの命のことを言っている。誰であれ夢歩きが救おうとしている者の命だ。彼は資料をお前に頼んだんじゃないのか。だから家にいたんだ。同じ理由で私もその場所に行った。他人の夢に二度と足を踏み入れないようにするために。逃がしてくれれば資料のある場所を教えてやろう。自分の命を他人の命のために交渉に使おうとしてるのか。この怪物が妻に手を出してから奴を倒そうとしていた。だがもう私の手には負えない。逃がしてくれれば
資料を隠した場所を教えよう。私を殺せば資料は二度と手に入らない。なるほど、分かった。じゃあ資料の場所を教えてくれれば逃がしてやろう。資料は花瓶に入れて私が運営していた崩れた建物に投げ込んだ。拾って夢歩きのところに戻るがいい。聞かないことが分かるだけだろう。お前が何をしようと彼女は死ぬ。妻と同じように。ふん、ドラコンさん、これは行けないんだ。ね、さっきのとこだな。ていそりゃそうだな。いるわな。いやいやいや、よいしょ。 OK、 これか。資料が入った紙、うん、これを持って嵐の目の元に戻ると。すぐそこじゃん。よし、持ってきたぞ。頼んだ品物は持ってきてくれたか。そうだ、レッドガードの魔術師にも出くわした。今その話をしている時間はない。お前が誰に会ったのかは正確に把握している。だがお願いだ、まずはこの者の命を救わなければならない。今大事なのは現在だ。それから過去について話そう。分かった。これが夢歩きか。ん？いなくなった。あ、出てきた。あ、行ったのか、夢の中に。なるほど。風の姉妹はきっと良くなる。呼吸は正常で、傷も回復している。傷のせいで夢が怪我された。誰かを助けるのは気分がいいものだ。助けられなかったことはいつも忘れられない。レッドガードの妻のようにか。大勢のうちの一人だ。美しい女性だった。暗い色の髪、可愛らしい目は海のようだった。アスマラーがやってきて助けてほしいと言った。見込みはあまりないと分かっていたが、とにかく彼女を救おうと決意した。うん、アスマラーがトロールをここにおびき寄せてきたんだ。幸いなことにこちらは誰も命を落とさなかった。だが哀れなアスマラ、彼は嘆きゆえに行動した。失った女性への愛ゆえに彼を許そうと思う。お前の人々はどうなる？みんな安全だ。トロールはまだ一帯をうろついてるが、食料が底をついたら興味を失って出ていくだろう。この洞窟の中を探しに来なければ大丈夫だ。なるほど、恩に着るよ。何か力を貸せることがあったらいつでも言ってくれ。うん、ありがとう。助けが必要になったらいつでも言ってくれ。大きな借りがあるからな。私も私の仲間も助けが必要なんだ今。
もちろんだ。助けるよう約束した。借りを返そう。それで頼みは何だ。ジョルゴンが毒にやられた。力を貸してほしい。毒？毒は外傷よりも危険だ。有害な物質には夢を破壊するものもある。うん。なんであれ、約束は約束だ。王の居場所は？テルニオンの文句と共にいる。テルニオンの文句。話はいろいろと聞いているぞ。様々な興味深い能力があそこの文句には備わっている。テルニオンに行ってみたくなってきた。そこで会おう。うん、頼む。テルニオンの文句に会う前に彼を見つけてしまったのかな、もしかしたら。まあいいだろう。よし、じゃああれだ、グルタを探す。グルタだっけ。グルタだよね。うん、どこにいるんだっけ。ここだ。違うな、これアモルトリデだ。どこだっけ、これだ。入浴の時間。あの風車で引くと。アルゴニアはスキンスティーラーを嗅ぎ分けるのよ。え、だからまずはトカゲを狙ったのね。なんか敵になってるけど、グリタか。お前グリタか。やめて、バスソルトの悪夢。バスソルトの悪夢、どういうことだ。グリタやめろ。グリタ強い。グリタが強いよ。よいしょ、すまないグリタ。これは吸血鬼だ。これはいいのかな、俺。これ関係ない。うん、デツエザのシュモザーだけ。このバスソルトいけないんじゃないの、もしかして。やめろ、倒せるもの。これは違うわ。やめて、バスソルトの悪夢って言ってるからな。とりあえず行こうか。ドラロックと。血を持ってきたぞ。戻ったな。入浴時を持ってきたのか。うん、バスサルトがある。グリタを見つけたぞ。本当か。ならばそれをよこせ。パーティーを始めよう。バスソルトが無事だとは思えない。それはバスソルトだ。次はハチミツ種が悪いとでも言うんだろう。お前の話はグリタのようだ。ソルトをこちらによこせ。グリタに何があったか気になるのか。見ろ、彼女はすっかり良くなった。だが彼女はしつこい。私のくつろいだ態度にちょっかいを出し始めた。だがお前が塩を持ってきたんだな。それを楽しむとしようか。
バスソルトがグリダをゾンビに変えたと思う。いいものを持ってきたな。なんということか。ゾンビが。さあ、それをよこせ。ダメだ、ソルトは危険すぎる。冗談じゃない。我々を助けてくれれば金を渡すつもりでいたが、今はそういうことにはならないようだ。もう出て行って一人にしてくれ。実に興ざめだ。まあいい。君らゾンビになってしまうぞ、このままだと。バスソルトなんか入れた。グリダについて何か言っていたな。本当か？そうだ。あのバスソルトは危険すぎる。それならドラロフに渡さないでくれてよかった。ゾンビになんてなりたくない。ああ気持ち悪い。よかった、まともな子言って。これを受け取れ。ゾンビにされなくて本当によかった。わかるだろ？わかる。入浴用の塩は持ってきたか？水がチクチクするようになるらしいな。うん、あんまり良くないやつだと。よし、それじゃ行くか。ここにデスタドルにいる吸血鬼の血を手に入れる。No shackles can hold us, whether moonstone.